勝人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていこうと思います。で、今日の質問はですね、私以前に現広島カープの林康太選手についての動画を上げさせてもらったんですけども、その動画を見てですね、コメントをいただいております。で、そのコメントはですね、興南戦、林康太選手が、2017年の夏の大会の甲子園の1回戦、興南高校戦でホームランを打ってるんですけども、その興南戦のホームランは宮城選手から打ったんですねっていうようなコメントをいただきました。興南高校出身の宮城選手といえば、現、オリックスバファローズで今ブレイクしている左ピッチャーのその宮城投手なわけなんですよね。で、当時、林選手が2年生、で、宮城投手はなんと1年生で、エース番号ではなかったんですけども、事実上、沖縄大会から結構フル回転で宮城投手がしっかり投げてきて、甲子園まで勝ち上がってきて、そうやって1年生のエース格だったわけなんですよね、すでに。で、林選手が、その試合で、智弁和歌山が一旦6対0にされるんですけども、だんだん追いついていく中で、林選手が、センターバックスクリーン少し左側に、宮城選手からホームランを打つわけなんですよね。で、宮城選手は当時1年生だったわけなんですけども、もちろん1年生ながらに実力のあるピッチャーで、沖縄大会を勝ち上がってきたぐらいの、能力を持ってる中で、あの試合に関しては智弁和歌山打線に向かって投げて、初めて投げてて怖いと思ったっていうような意味合いの、コメントをその大会負けた後にですね、残してるぐらい、それぐらい智弁和歌山打線が、もちろん強力だったんでしょうね。で、林選手の打球がもうちょっと怖かったっていうような、印象があったんじゃないですかね。で、宮城選手も、沖縄大会勝ち上がってきたんですけども、やはり1年生のあの夏の1回戦で、智弁和歌山打線に対して、投げて、そして打たれるっていうあの経験があったからこそ、2年生、3年生と、もちろん悔しさをバネにして、興南高校で最後は甲子園には出てこれませんでしたけども、プロに入ってからも今大活躍している。その原点っていうのはもしかしたら、あの高校1年生の、智弁和歌山戦で林選手に放り込まれた一発からもしかしたら脈々と続いてるかもしれません。で、その試合っていうのは、興南高校戦でいうと、宮城選手、もちろん、大会の組み合わせが決まって、ビデオが届いて、宮城選手こういう風なピッチングするよ、あ、いいピッチャーだな、これで1年生かっていうような感じで臨ませてもらって、で、宮城選手から、智弁和歌山が取った1点目っていうのが、なんと智弁和歌山も当時1年生のショート、西川慎太郎選手の、追いかける、1点目のタイムリーだったわけなんですよね。で、その時の西川慎太郎選手っていうのが、やはり8番、9番とか、下位打線を打つ、チームの中でも比較的実力のない、非力なバッター。で、その選手がセンター前に宮城選手の変化球をちょこんと打ってですね、それで先輩たちも火ついたわけなんですよね。宮城いいけど、西川でも打てるんやったら俺らもいけるっしょ、みたいな感じで火がついてですね。で、西川選手が打っただけじゃなくてですね、その後、ピッチャーの平田選手も打ったりしてですね、おーい、バッター何してんねん、みたいな。空気になってですね、いけるぞ、いけるぞ、いけいけみたいな感じで、林選手がパーンとバックスクリーン横に放り込んで、その後、ノックアウトされた、宮城選手の後、サードから出てきたんですかね、上原投手っていう、このピッチャーも結構まっすぐ速かったんですけども、富田選手がレフトスタンドにガーンと、どれか一発を放ってですね、一気に追いついてっていう流れが、興南戦はあったと思います。で、本当に宮城選手が今、高卒2年目で今ブレイクしてて、林選手も、広島カープで、なんとかレギュラーを勝ち取ってですね、またプロで、因縁の対決、林選手と宮城選手がどれぐらい意識し合ってるのかわかりませんけども、そういう対決もね、これから2人ともまだ若いので、何回も何回も、見れるっていうのが、やはりあの当時ですね、ベンチに入って、その勝負を見させてもらってた、私の右からしたらですね、楽しんでしょうがないというところで。はい、今日のところはこれぐらいで、どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。また、いいねボタンとチャンネル登録の方も
どうぞよろしくお願いします。